はい、ユッキーです。今日はですね、こちら、ニンニクの醤油漬けを作っていきたいと思います。こちらですね、ニンニク、6株購入して全部手で剥きまして、結構時間がかかったんですが、こちらですね、こちらをですね、沸騰したお湯に30秒ほど入れます。ニンニクのね、醤油漬け。では、入れまーす。うわ、怖え。あっちゃー！あっちゃ！30秒でした。あっちゃ！クックパッドに載ってまして、そのやり方ですね。30秒ほど。もう30秒絶対もう経ってると思うんだけど。あれは適当に。こんぐらいでいいかな。まあ適当にちょっと長めにしておくか。よし。そして、取り出しまして、これ水で冷やした方がいいのかな？水で冷やしとくか、一応。一応水で冷やしといて。ザルに開けて。水でさっと。冷やします。まあこれは滅菌、菌を、殺す役割があるんで、この煮沸ね、煮沸消毒みたいな。で、水気を切って、で、醤油を、まあ水ついたままでいいだろう。こちらのカップに入れまーす。醤油じゃねえ。ニンニクをカップの中に入れまして。あ、なんかね、醤油漬けがね、うまいらしいっていう話を聞いたんですよ。なんかポリポリ食べると、酒のつまみになるという話を聞きまして。はい。そして、入れましたら、醤油を入れます。醤油を入れます。まずい。醤油を入れます。トポ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 。やっぱりなくなった。醤油がなくなったので、もうなくなると思ってましたよ、僕は。効果はなくなると思ってましたよ。スーパーで買っといたんだよ。チャリーン。スイカで100円で今日丸大豆、違う。ヤマサの醤油が、なんと1リッター100円で売られていた。これを追加して、トプ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 ト。まあ、ひたひたぐらいでいいでしょ。で、これを閉めまして、よいしょ。完成です。これで、だいたい、何ヶ月だっけな ?2 ヶ月ぐらい、置くと、これで冷蔵庫の中に入れて、2ヶ月ぐらい、置くといいらしいです。うん。ということで、皆さんも、
作ってみてください。まあ、とりあえず、あれ、出来上がったらまた2ヶ月経ちましたら、また紹介いたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。